ちょっと来れなくて。その時はね、電話して薬だけお願いしますって連れに来てほしい。そうしてください。じゃないと、やっぱり痛むんで薬、あのお水で溶いてあるんですよ、もともといろんな粉薬がね。まあ、これからね、そうしてみてください。はい、わかりました。でこの子自体は大丈夫、元気にしてます。そうですね、特に、はい、大丈夫、変わりがないというか、はい。じゃあちょっとチラッと、じゃあここ1週間2週間の健康チェックをチラッと見てしまって、78、夜80ある。そうですね、80まで。すごい。だから、もともとこの子一番最初85か6あったんだよね。はい、この年齢で戻るのは難しいかもしれないけど、戻ってくれるのも難しいし。で、毎日さえずってます。さえずってます。はい、身体検査してきます。まあ、まず目がパッチリ開いてることって結構大事なんですよね。調子悪いことでさ、目閉じてきます。ただご飯が、はい、ほんのちょっと入ってます。 10% もないぐらい。ちょっとわかんないかもしれないけど、これね、ない時はね、ここの筋肉から順番に上に上げていく。そうするとね、少しだけ入ってるんだけど、でも少ないですね、まだ。あ、そうですね、あ、分かんない、分かんないですね。そう、結構入ってないとさすがに分かんないですが、この間のが入ってましたね。この間は 30% ぐらい入ってたから、あ、ね、まあ、今日は 10% もないぐらいかな。まあ、一応10にしましょうか。はい、ごめんなさい、点検させてください。よいしょ。そうか、ここが汚れちゃうんですね。あ、やっぱりね、なんかちょっと柔らかい。これね、ちょっと汚れちゃってたんでは体温が下がってっちゃうから、調子悪くなるときに、だからちょっと羽抜きます。はい、汚いやつを取ります。で、こうするとさ、すぐ掃除できると思うから、ちょっとなんかうんちがついてたらさ、乾いたので拭き取ってください。本当だったらつかないじゃないですか。で、また自分で毛繕いして取っちゃうんだけど、そこまでの余裕はないというかね。じゃあ、はい、じゃあちょっと治療してみますね。この間70でしたから、80までのとこ行ってた。はい、ごめんね。はい、じゃあちょっと抗戦症状を一回。
ごめん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 。あ、嫌だよ、ね、ごめんですね。あ、やだ。もうすごいね、この子ね。お尻は汚れてるけど、体全体はさ、結構綺麗だから、はい、体全体の毛づくろいはやれてるんだよね。ただ、うんちがちょっと緩いのが出ちゃうんだね、どうしても。それ、A の薬は何回飲んでます？1日。ピンクですね。そうそう。3回。はい、3回で、B は2日に1回ですよね。これはこのままでいいですか？はい、はい、これはとても分かりやすいですから、この後も勝てつけてくださいね。それ日記みたいな感じで、とても大事ですね、この時にね。ですね、A の薬は内容一緒で、B の薬はそうか、うん、前回量を下げてれば今回は一緒の前回と一緒で5ミリの16分の10も入ります、はい、あ、それとそうそう、寄生虫を予防する薬をちょっとつけさせてもらいますね、はい、この子モキシレクチンという薬で、あの体の表面の寄生虫、海鮮とかハムシとかね、それからあと消化管内寄生虫の新虫、あのちっちゃい細長い虫、それとあと血管につく寄生虫、細長い虫、ちっちゃい、そういうのを予防してくれます。はい、ごめんね、そう、ほんで一滴ですけど皮膚から吸収してきます、薬が。で、2時間ぐらいすると効いてきますんで、それで1ヶ月ぐらいはそういうのが予防できますね。で、まあ、あのお薬だと副作用があるケースもありますけど、これはないですね、ほとんど。ほとんどとか、今のところ全然ないと思いますね。はい、じゃあすいません。はい、じゃあそこに入れてもらってね。じゃあそういうことで、お薬に関してはね、はい、そう、そうしてください。あの、ちょうどでは作れないんですよ。いっぱい余るでしょ。B なんていっぱい余りますよね。そうですね。うん、だけど、はい、ちょっと、こういう体重のちっちゃい子たちはちょうどではなかなか出せられないですね。わかりました。ごめんなさい。はい、じゃあ今お作りします。はい、ありがとうございます。